本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。今日本がまさに、国難の時だというふうに認識しております。ですからちょっとなんか音がハウリングしてマイクないかな。マイクあった方が喋りやすいね。今国難の時ですので、本当にまず被災者の皆さん、本当に私も福島に行ってまいりましたけれども、言葉に表せないような、胸を締め付けられるような思いに駆られましたけれども、まだまだこれから長い長期戦になると、しかもいつ何があってもおかしくないというような危険な状況が、危機的な状況が続いておると、そういう中でございますので、私が今日発言する内容、あるいは皆さんから質問を受けてお答えする内容がですね、その多くの被災者の皆さん、あるいは国民の皆さんにとって、逆に風評被害だとか、あるいはその心理的にですね、辛い思いが増してしまうとかいうことになることがもしかしたらあるかもしれないということを大変危惧しておりますけれども、どちらにしろですね、今のこの福島の原発の状態というのは、津波によって被害を受けられた方々の悲劇悲しみとはまた別のものの悲劇悲しみだろうと、両方ともどちらがよりつらいということではありません。両方とも大変な苦しみ悲しみでございますけれども、しかし福島はさらにこれがより悪化してしまうかもしれないという意味で、まさに現在進行形の問題であろうというふうに思っております。でもし、この福島の原発状況が仮に無事に収まったとしても、日本には50数箇所の原発がいまだにあると。この原発問題というのは日本だけではなくて全世界に今影響を与える人類にとってのチャレンジだと、試練だというふうに私は受け止めております。ですからそういう意味で、この問題は原発は怖い、しかし原発は必要なのか、原発は止めるべきなのか止められるのか、その事故の問題だけではなくて、今この現在も世界中で稼働している原発に対してどう我々はその考えを持っていけばいいのかということを、私この1ヶ月間本当に真剣に一市民として悩みました、考えました。もちろん私どもの会社にとっての本業というのは携帯電話、インターネット、そういうような情報関連の事業が本業でございますので、多くの私どものユーザーの皆さんからですね、その震災問題だとか原発問題に対して何か口を挟む暇があったら、さっさと本業の携帯電話を早くつなげとかいうようなご批判をいただいているのも重々承知しております。ですから私どもの本業の携帯電話の電波が一日でも早く一人でも多くつながるようにというのは、日夜ですね、私どものエンジニアを中心に頑張っておりますし、私も先頭になって一生懸命やっておりますけれども、おかげさまで、津波地震の直後、そして大きな停電の直後は
かなり携帯のネットワークもやられました。しかしおかげさまで今日現在では東北そして関東における携帯の基地局は 99% のところまで一応ネットワークが回復して、なんとかですね我々の責務を少しでも果たせるという状況になってきました。今日は携帯のことのテーマではなくて、あるいは私どもの本業のインターネットのことではなくて、少し本業からはそれますけれども、一人の人間として日本国民として今日本国民の一番の心配事、一番の問題事であるというふうに私が認識しているこの原発問題に対してどういう一つの解決策が、建設的な解決策があり得るのかということで私なりの試験をまとめましたので、皆さんに少しご披露させていただきたいというふうに思っております。それはつまり単に原発の政策について非難をすると、原発問題について非難をするというだけではなくてですね、これをどういうような現実的なエネルギー政策の転換というものが、建設的な解決策があり得るのかということを考えまして、そのことについての試験を述べさせていただきたいというふうに思います。まず私自身ツイッターを毎日のように活用しておりますけれども、昨日ですね、昨日このツイッターで国民的投票、多くの人が原発賛成か反対かということを、一般の人々、これは私が作ったサイトではありません、どなたか第三者の方が作られたわけですけれども、そこに対してですね、8500人の人が原発を縮小あるいは全廃という意見を持っておられるということが、投票の結果、アンケートの結果出ております。で、約 4%、 400人の方々がですね、現状の原発を維持あるいは原発をさらに推進という意見を持っておられるということでありました。96対4、これがおそらく今現在の国民の多くの人々の意見を反映させているのではないかというふうに思いました。昨日私はこれ、認識して、私自身も今日の昼間投票しましたけれども、こういうような数字も一つの参考に出ております。ところで原発問題ですけれども、ほんの1ヶ月前まで私は原発について、賛成論者でもなくて反対論者でもなかったと、つまり、意見がなかったと、あまり考えなかったと、電気はあるのが当たり前と、あって当たり前だというふうに、感じてましたし、その中に、原発があるということは認識しておりましたけれども、それがどれぐらい安全にあるいは危険な状態で運営されているのかということは全く意識の外でありました。これはもう恥ずかしい話ですけれども、そういう認識でありました。しかしこの1ヶ月間本当に、自分なりに悩んで考え込んで、いろんな思いを巡らしましたけれども、少し必死で勉強してみました。で、これは今日、先ほど気づいた新聞記事なんですけども、今年の去年ですね、1年前の新聞記事です。1年前の新聞記事で、皆さんご存知だったか知りませんけども、東京電力が福島第一原発1号機について、去年の3月、運転を開始して40年が経ったと。40年が経ったので、それをさらに、継続して運転すべきかどうかと
いうことについて、審議がなされて、その状況から20年間追加して運転できるという、技術評価書を得て、で今後10年間の保守管理方針を原子力安全保安院に提出したと、こういう記事がちょうど1年前に、出ておるということを今日認識しました。